中国威嚇乱教協会は、中華人民共和国のイスラーム組織である。中国政府の関連団体であり、建国しばらくして、中国政府によって創設された、愛国的宗教協会の一つである。また、中国国内で、唯一アホンを公認する権限を持っている。異国乱教は、イスラム教の音説による当て字である。日本国内では、 中国イスラム教会や中国イスラム教協会とも呼称される。また、英語表記は、チャイナイスラミックアソシエーションであるが、イスラミックアソシエーションオブチャイナとの表記も見られる。教会の規約には、入会条件や資格などは記載されておらず、どのような手続きを踏めば入会できるか、明らかにされていない。よって、会員数は不明である。しかし、 国務院が2018年に発表した宗教白書によると公認された教職者は5万7千人、信者数は約2千万人である。教会の最高期間は4年に一度開催される全国代表会議であり、これには中国全土から代表が参加する。この代表の定員や人選は公述の常務委員会が決定し、会議においては 協会の活動内容の確認や審査、必要があれば、規約の改定、常務委員会の改選などが行われる。また、会議における選挙によって、公述の委員会のメンバーが選出される。これら常務委員会及び委員会の中から会長、副会長、秘書長が選出される。会長と副会長は、常務委員会の委託を受けて、業務活動の組織や指導を行い、 秘書長は会長や副会長の補助を行う。さらに、これを補佐する副秘書長が若干名いるが、これの選出において選挙は行われない。これらのメンバーには、ムスリムが多い新疆ウイグル自治区やイカ海賊自治区、官縮省などの代表定員が多く設定されている。また、メンバーのほとんどは男性であり、女性は極めて少ない。委員会は、 全国代表会議における選挙によって委員が選出、決定される。この任期は次の全国代表会議までとされており、その期間はおおよそ6年である。委員会の会議は2年に一度行われ、協会の活動内容の検討がなされる。また、会議で選出された会長などの人事異動は、委員会の協議及び選挙によって決定される。その他にも、 顧問と呼ばれる役職が委員会での協議及び推薦によって決定される。委員は多く、第6回全国代表会議においては221名が委員として選出された。協会を実質的に運営しているのが委員会の中から選出される常務委員会である。活動としては全国代表会議や 委員会でなされた決議を執行し、その他重要な事項を検討、決議する役割を担っている。また、副秘書長任命の承認も行っている。常務委員会の会議は、毎年一度開催される。第6回全国代表会議においては57名が、常務委員として選出された。秘書長や副秘書長の役職は、中国共産党員から選ばれるのが慣例であり、 党と教会を結びつける役割を担っている。党や指導部の政策方針や法規定などの事務連絡は、秘書長、副秘書長を経由して教会にもたらされる。秘書長などに限らず、共産党員の教会メンバーは、中央、地方にかかわらず存在し、地方においては、モスクのアホンや管理責任者など重要な役職について実務を担当している。 中華人民共和国建国前後協会の設立以前、中国大陸にはすでに中国海峡協会という日中戦争中に国民政府の支援によって設立された全国規模のイスラーム組織が存在していた。しかし、1946年に勃発した国境内戦によって国民政府は台湾への撤退を余儀なくされた。中国海峡協会は、 国民政府と共に台湾へ渡り、そのまま台湾のイスラーム組織となっていった。中国共産党主席である、毛沢東らによって建国された中華、人民共和国は、イスラムをはじめ、キリスト教、仏教、道教を公認宗教として認め、信仰の自由を保障し、イスラームを信仰する自由の少数民族が公認民族として保護する姿勢を打ち出した。 2008年、インドネシアのジャカルタで行われた、中国イスラーム文化にまつわるセミナーにおいて、教会の副会長は、中華人民共和国建国は、中国における、イスラームの新しい幕開けとなった、と主張した。また、中華民国期には、海峡と呼ばれていたイスラームの故障を、イスラームの音説によるアテイジのイココラン教に統一した。中国医学、 乱協協会の設立1952年7月に行われた準備会議の様子初代会長であるブルハン・シャヒディと毛沢東1952年7月協会の準備会議が北京で開かれた。この準備会議はウイグル族で新疆省人民政府主席のブルハン・シャヒディら8人が呼びかけたがその中の4人が中国共産党の幹部であった。 1953年5月11日、北京市において、中国医各、乱教協会が設立され、初代会長には、ブルハンシャヒリが選出された。以来、省直轄市レベルで29、県レベルで186、軍レベルで291ものイスラーム協会が、設立された。当初、本部は、北京市にある東四精神寺に置かれた。 中国政府は帝国主義の影響を排除するために宗教には大きく介入した。キリスト教や仏教に対しては宣教師の国外追放や寺院の財産没収などが行われたがイスラームに対してはその習慣は尊重された。例えばモスクは維持、修復され、信教における枠布も保持された上で課税が免除された。迫害しかし、 1957年に、もう東によって、反右派闘争が開始された。イスラームに対しては、海賊党員に対する無神論教育と、ウラマーに対する反右派闘争が始められ、中国のムスリムは、厳しい状況に置かれることとなった。ウラマーは、右派として批判されて、社会的地位を失い、ムスリムへの税制優遇も廃止された。また、1958年には、 宗教制度民主改革も行われ、アホンなどは、精神寺から追放された。そして1966年には、文化大革命が開始され、無神論宣伝の自由が強調されて徹底的な、宗教弾圧がなされた。ムスリムの義務である1日5回の礼拝は禁止され、モスクは破壊され、ムスリム墓地は、さらちとなり、アホンは、 公の場で豚肉を食べることを余儀なくされ、また、公衛兵によって拷問されるなど、中国のムスリムは多くの被害を被った。教会の参加にある地方のイスラーム教会も解散されたが、1972年には、以前より宗教の保護を行ってきていた、実務派の一人である、州オンラインによって、教会の事業は再開され、そして、 1976年の家の死によって文化大革命は終了した。中国は当昌平の指導の下で、もう卓殖時代の階級闘争から社会主義の現代化へ舵を切り、いわゆる改革開放政策を導入した。この政策の恩恵は経済の開放に限らず宗教政策にも見られ、1980年には教会の機能が正常に再開された。 その上で同年に第4回全国代表会議が開かれ、協会が改革開放の新たな発達段階に入ったことが示された。また、1982年には、官王が国社会主義時期宗教問題的、基本観点は基本政策が共産党の中央委員会から交付され、反右派闘争以来の宗教政策の誤りを修正し、 宗教信仰の自由を保障するものとされ、無神論の宣伝の自由を記した憲法の条文は削除された。その後、文化大革命の中で解散された地方のイスラーム教会は再結成され、破壊されたモスクは修復され始めた。これらの自由化に対して、フランスのルフィガロは、北京が第三世界のイスラム諸国に対して、 寛大な中国の像を与えようと配慮していると報道した。1979年10月には1964年以来15年ぶりに16人からなるマッカジュ巡礼団が派遣された。同年12月にはソ連によるアフガン侵攻が発生した。それに際して教会は1980年1月アフガニスタンの人々との緊密な関係を理由として ソ連によるアフガニ侵攻を非難した。同月にパキスタンの首都であるイスラマバードで開かれたイスラーム外相会議において教会は中国政府の意向を受けアフガニスタンへの支援を呼びかけた。1993年12月教会は第6回全国代表大会にて 精神自民主管理思考弁法を採択し、モスクの管理運営方法が制度化されることになった。また、1992年に、名ーカで起きたスーフィー教団ジャフリーヤ派の武力衝突の経験から、規約に民族団結や強派団結が追加された。2003年、協会外交部は、アメリカとイギリスによるイラク戦争に対して、 武力行使の反対、軍事行動の中止を訴えた声明を発表した。2009年にウルムチで騒乱が起きると、人民日報は、当時の協会会長のインタビュー記事を掲載した。会長は、この騒乱は、イスラームの精神に反しており、許されざる犯罪行為であるとした。また、副会長は別の記事で、モスクの閉鎖は、 このような危機的状況では許されていると述べた。同年、教会は人民日報にて中国政府によるムスリム迫害はアメリカの国際宗教自由委員会が広めた取るに足らない噂だと主張し中国のムスリムはこの騒動の首謀者らに懲罰的な措置を取ることを支持しているとした。2011年に行われた 教会の会長を選出するイスラーム全国代表会議には中国の多宗教の指導者も招待され中国天主教主教団の団長はこの代表会議の開催に対して祝辞を述べた。古今東の引退に伴い2012年に習近平政権が発足した。2015年の中央統一戦線工作会議において習近平は 宗教中国化を掲げ、イスラームを含めた各宗教が中華文化に歩み寄るように求めた。さらに、翌2016年4月には全国宗教工作会議が開催され、宗教の社会主義社会への適応を積極的に指導することを表明した。このような習近平の宗教政策は基本的には公拓民政権から続くものと同じであるが、 中華民族の伝統文化に宗教が適応するように求めた点は以前の政権と異なっている。また2019年には2022年までに講義を通じて社会主義の価値観や法律をムスリムに教えイスラームを中国化する計画を発表した。教会はそのような習近平政権の意向を受け中国各地にその計画を伝えた。しかし教会は イスラームの信仰や習慣は変えないとしている。ウイグルへの対応2013年、北京天安門広場で、ウイグル族によるテロが行われた。ウイグル自治区政府はこれを、イスラーム原理主義思想によるものとし、教会は、ウイグル族の裏マーに対し、テロリストはクルアーンを曲会し、イスラームの教えに反していると、ムスリムへ教育し、クルアーンの解釈は、 教会が発行している統一解釈書のみを用いるように命じた。2019年、教会はアメリカ合衆国連邦議会会員が可決したウイグル人権法案に対し、この法案は客観的な事実を無視し、中国の新疆ウイグル自治区の人権状況と中国政府の新疆政策を歪曲し、理由もなく非難した。我々はこれに断固反対するという声明を、 発表した。また、教会は、アメリカ合衆国に対して、宗教と人権を口実にした中国への内政干渉をやめるよう強調した。1953年の設立とともに規約である、中国委各、乱協協会干渉が制定され、第1条において、本会を、中国委各、乱協協会という名称とするとし、第2条において、本会の趣旨は、 人民政府に協力し、宗教信仰自由の政策を実施し、イスラームの優れた伝統を向上させ、祖国を大切に守り、世界平和を保護することにあるとした。1993年の第6回全国代表会議において、この設立主意は一部修正され、教会の具体的な活動は、法律の範囲内でのイスラームの教務活動、イスラーム教育及び、 アホンの育成、イスラームの歴史文化遺産の発掘整理、イスラーム学術研究の発展、イスラーム教義書の翻訳出版、イスラーム内部の管理規則の確立、各地のイスラーム教協会への指導、モスクによる公益事業の促進、各国のムスリムやイスラーム組織との相互訪問と共同事業の強化と規定された。2000年に開催された第7回全国、 代表会議の活動報告においては、1986年から1993年の間にかけての教会の活動が総括され、それによると、愛国主義宣伝教育の強化や社会安定維持、及びムスリムの合法的権益の保護、教務活動の展開、ムスリムの社会主義社会への相互適応へ向けた指導、真っ赤巡礼の管理の強化、 組織機構の強化などが活動として挙げられ、愛国教育など、中国共産党や行政機関が推進する計画が、活動に現れている教会は、中国医各、乱教計学院を運営し、アホンの育成に努めている。1980年代には、姉化、新教、官宿にも計学院が設立された。また、教会は中国唯一のイスラーム出版物として、 中国厚四角林を発行している。2012年、教会は、ラマダン明けを祝うイスラームの祭日であるハリラヤ・プアサ、を祝うイベントを催した。イベントには、中国共産党中央政治局委員であり、国務委員副総理の会、両局や全国人民代表大会常務委員会の芝吉などが訪れて、祝辞を述べた。イベントの中で教会の会長は、教会は、 全国的な宗教団体として長年公益事前事業に努めてきたということを強調した。2018年、教会はモスク中庭の目立つ位置に中国国旗を形容することを表明し、全民族のムスリムの間に愛国精神を促進することを表明した。また、ウォールストリートジャーナルは教会が真っ赤に向けて出発しようとするムスリムの写真を 公開し、その写真に写ったムスリムの首には、スマートカードと呼ばれる GPS 装置と個人データが組み込まれたカードがぶら下がっていたと報道した。教会は、ムスリム指導者やイスラーム機関との交流を企画し、参加している。ウルムチ騒乱後、最初に訪問したのはサウジアラビアに拠点を置くイスラム協力機構である。暴動後、 気候は事実調査団を派遣し、北京、姉カ、新疆を訪問した。調査団はこれらの調査訪問に加え、国家関係者や、教会の会長とも面会した。教会は、アラブ世界に40人の留学生を送り、また、サウジアラビアで行われた、クルアーン朗読大会に代表団を送った。教会のこのような戦略は2014年の混迷テロ、以降さらに強まった。 テロの2ヶ月後、教会は、ウルムチで、国際宗教会議を開催した。会議においては、教会会長がスピーチを行い、同年には、当時サウジアラビア皇太子だったサルマーン国王を、中国のモスクに招待した。その後、サルマーンは、中国のイスラーム文化センターの建設のために300万ドルを、寄付した。教会は、 中国とエジプトの協力事業の一環で、アズハル大学にアホン訓練を行うために留学生を派遣した。留学生は、アズハル大学で2ヶ月間のアホン訓練を受け、その他にも、クルアーンやハディース学など、アズハル大学のカリキュラムを受けた。教会は1955年から不定期に、1985年からは、中国の開放改革の一環として、頻繁に、 真っ赤巡礼団を組織した。1993年、協会が一括手配して真っ赤巡礼団を組織、するのを中央政府が認めた。2007年には巡礼者は1万人を超えた。2018年の真っ赤巡礼団は1万3000人に、上り、中国国際航空や中国南方航空、中国東方航空が、チャーター便34機を提供した。 教会は引率者や教務スタッフ、医療スタッフを派遣し、巡礼団を支援した。教会の主となる活動の一つに、ムスリムが食べることを許されているハラールを証明するためのハラール認証がある。統一されたハラール認証規格は存在せず、認証は、それぞれの農場や工場がある地域の教会の参加、イスラ、ム組織によって行われることが多いが、 全国規模で出荷する大企業の場合は、協会が認証をする場合がある。協会は、マレーシアのハラール認証機関であるヤキムから認証を受けている。各地域のイスラーム組織は、国外のイスラーム組織から認証を受けている場合があり、例えば、三島省委各乱協協会や河南省医各乱協協会は、ヤキムの認証を受けている。 中国企業がマレーシアへ、ハラール食品を輸出する際にはこれらいずれかの、教会からの認証を受ける必要がある。教会は、ハラール食品企業には iPhone を配置して、土地区を行わせ、加工工程には、一定数ムスリムを配置することによって、ハラールと共に、雇用の問題も解決しているとしている。教会はこのハラール認証において、認証料金を徴収しているが、 中国政府の国家級産業優遇政策において、中小零細のないし、外資企業はこれを免除される。2014年10月、協会は、ハラール食品に関する訪問団を台湾へ派遣し、台湾のイスラーム組織である中国海峡青年会と台湾政府の支援によって、設立されたハラール認証団体の台湾精神産業品質保障普及推進協会。 と交流した。日本語論文英語論文コンテンポラリーイスラームインチャイナジャーナルオブザインターディシプリナリースタディオブモノシスティックレリージョンズ八二十六から三36ドイ十点一4九八八リ二千2 0 1零零零零1 6 0 2二七ありがとうございます